久しぶりに、なんと、リー先生が出てくれました、リュークブルースリー。なんとですね、僕ちょっとライジンで負けてしまったんですけど、その1週間後に、リー先生が、果たし合いの大会に出て、決勝まで行ったんですよ。しかも決勝で惜しくも判定負けしたんですけど、負けた理由が、何で、これ今リー先生が言いたいことはスリップダウンしたんですよ。パンチをもらってないのにスリップダウンしてすぐ立たなかったからダウンカウントされて、それでその後逆転したんですけど、まあ、判定で負けちゃったんですよね。あれがなければねベルト取ったのに。いやすごいっすよ、さすが。あとですね、僕ずっと言おうと思ってたんですけど、見せて、ライジン、道着で出て、もう死ぬような思いしたんですよ。いや、これマジで、マジですけど、試合中、本当に、俺なんで道着で出たんだろう、ちょっと後悔しながら、僕がテイクダウン取って、パンの殴り、下から締められてて、逃げれないし、もうずっと後悔してて、で、ラウンド終わって帰ってきたんですけど、道着脱ごうとするんですけど、もうテーピングで脱げないし。あれ、ちょっと聞きたいんですけど、またライジンの大会あるとき、道着なしでもいいですか。あの、見てる視聴者からも散々誹謗中傷来て、なんでお前武術家語ってんのに、あえてそういう険しい道をやるんだと。あれって、あれですか、今考えたら、リー先生は道着をつけて出ろって言ってたのか、それと帯をつけた心構えで出ろって言ったのか、あ、やっぱそうなんですか、ね、として道着出ろじゃなくて、帯を締めて、試合しろと。心で出なさいという意味で言ってたんですね。道着をつけて、帯をつけて、ライジンのリングに上がれと。もう僕勘違いでしたと。勘違いで、僕勘違いで、あんたは大舞台で殺されかけましたからね。いやけど、まあ結果道着で出て負けたんですけど、あのちょっと見てる視聴者さん、僕今後も道着で勝負しようか、道着なしで心を帯を締めて出ようか悩んでます。はい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 。そしてですね、今日の動画なんですけど、実はこの後沖縄市にある、ニック先生がやってる円春拳のニック道場の方に、出稽古に行く予定です。僕があのアランジュ先生の道場に行ってる動画を見てくれたニック道場の門下生の方が、ぜひニック道場にも、なんだろうな、撮影にぜひ来てくださいというメッセージがあったので、今日はちょっとそれで伺おうと思ってます。そうですね、僕アランド先生のことすごく尊敬してて、まあ今回その肉道場行く前にもアランド先生の方にはちょっと説明してますね。はい、やっぱね、この同じ流派なんで、どういう違いがあるのか、そしてニック先生は比較的現代格闘技の MMA もやってるということなんで、ちょっとスパーリングやってみようかなと思ってますね。いつもね、ちょっと達人系の方とスパーリングするときはほぼ動画カットしてるんですけど、今日はちょっと強めにガンガン行って、見てる視聴者さんにも楽しんでいただけるような動画をアップしようと思ってます。もちろん、リー先生もね、参戦できそうだったら、ぜひしてください。はい。そして、この撮影の、なんと、1週間後に、リー先生と比嘉勝先生、少林流ですね、首里少林流のあの比嘉先生の突きをね、ちょっと習いに行きます。お願いがあるんですよ、比嘉先生の突きを受けてもらいたいんですよ。僕はちょっと胸で受けて死にかけたんですけど、李先生だったら顔面で受けるんじゃないかな。
やばい。いや、嘘っすけど。見てくれました僕の動画。そう、なんか音が鳴るんですよ。比嘉先生の。やばいんすよね。すごいっす。いや、すごいっすよね。すごい、すごい。あれ、TikTok に上げたら、70万再生とか言ってるっすよ、今。すごすぎ。まあ、バズってますね。いや、まあ、アランジョ先生だったり、ね、比嘉先生だって、本当沖縄には素晴らしい先生がたくさんいるんで、今日もね、ニック先生のところでね、楽しい稽古ができればと思ってます。はい、熊沢チャンネルの方では、まあ、いろんな道場を旅しながら、見てる視聴者さんにたくさんの武術を楽しんでもらうチャンネルを作ろうと思ってます。はい、じゃあブルーさん行きますか。はい、じゃあ僕ちょっと怖いんでブルーさんから先にね行ってもらう感じでいいですか。迷いがないっすじゃあ僕たち10分後に行きましょう。じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい、ね、1時間後に行きましょう、ね。待って。